少式部内史少式部内史頃から、万寿2年11月は、平安時代の女流歌人。庄司。女房36歌仙の一人。父は、橘道貞、母は、泉式部。母の泉式部と共に一条天皇の中宮の秋子に出仕した。そのため、母式部と区別するために、少式部という女房名で呼ばれるようになった。母の泉式部は少式部内史を妊娠した時に、郷里の稲葉国子さんへと戻っていた。泉式部は安産祈願のため、現在の鳥取市六谷町六谷にある住吉神社へ17日間にわたって参詣し、内史は六谷町水谷で誕生したとされる。住吉神社の西には、その際の産湯に使われたとされる井戸が残っている。母同様恋多き女流歌人として、藤原紀道、藤原頼宗、藤原半久、藤原定頼など多くの高貴な男性との交際で知られる。紀道との間には生縁、半久との間には娘を設けている。万寿2年、藤原近成の子を出産した際に20代で死去し、周囲を嘆かせた。この際母の泉式部が詠んだ歌とどめを着て、誰を哀れと思うらむ子はまさるらむ子はまさりけり。五秋和歌集愛称は、愛称歌の傑作として有名である。少式部内史の逸話は、下記の大講座の歌のエピソード、また、紀道との恋のエピソードを中心に、実近抄や古今著文集など、多くの説話集に取られている。また、無名草子にも彼女に関する記述があり、理想的な女性として称賛されている。大江山行く、野の道の遠ければ、まだ文も見ず天の橋立、小倉百人一首この歌は、金曜和歌集にも収録されているが、そちらは、文もまだ見ずとなっており、百人一首とは、語順が異なる。郷土理史記より、少式部内史、小林清親筆当時、少式部内史の歌は、母が代作しているという噂があったため、史上中納言は歌合わせに歌を詠進することになった。少式部内史に、代作を頼む使者は出しましたか、使者は帰ってきましたか、などとからかったのだが、少式部内史は、即興でこの歌を詠んだ。意味としては、大鉱山を越えて、近くの幾野へと向かう道のりですら行ったことがないので、まだ母のいる遠い天の橋立の地を踏んだこともありませんし、母からの手紙もまだ見ていませんであり、幾野、文。文の巧みな掛け言葉を使用しつつ、遠い側面の受け答えが高く評価された。史上中納言もまた小倉百人一首に選ばれているほどの歌人であったが、当時歌を詠まれれば変化を行うのが礼儀であり、習慣であったにもかかわらず、狼狽のあまり変化もできずに立ち去ってしまい恥をかき、この一件以後少式部内史の歌人としての名声は高まったという。ありがとうございます。